基本的には来たお便りをいっぱい読んでいくということになりますのでね、コメント欄は出しておりますけれども、あまり拾ったり読み上げたりすることはございません。スーパーチャットの方もですね、読み上げありませんので、なんだと思う方はあの昨日ちょっとルパン見てたなんだなんだと思う方はね、もはやもうなんだというねスパチャが来ておりますなんだなんだなんだほーあなんだうーんなんだうーんなんだなんだと思う方は次回の力士ファンまでお待ちください。もういよいよなんかこの前置きの文章もだんだん意味が分かんなくなってきたね。一回フラットにする時期かもしれない。